アリオ亀有は東京都葛飾区亀有3の49の3に立地するセブンアイホールディングス傘下のセブンアイクリエイトリンクが運営する複合商業施設である。なお、建物の一部は東京都足立区中川一丁目にまたがって建てられている。亀有駅南東400メートル、関7通り沿いの日本板紙亀有工場の跡地に2006年3月3日に 開店伊東洋華堂が新業態、アリオとして運営する大型ショッピングセンターであり、アリオとしては全国で4店舗目の店舗としてオープンした。館内は、伊東洋華堂アリオ亀有店と、ムービックス亀有を含む127の専門店で構成される東京23区内有数の規模の専門店街、アリオモールからなる。伊東洋華堂アリオ亀有店の他に、 リリオ内イに、亀あり駅前店が、ありを亀あり開業以前から営業しているが2010年以降、専門店導入により順次規模を縮小させ、2021年、現在は現在は1階と、地下1階のみに、食料品、日用品を取り扱う店舗となっている。開店当初より、店舗ブログを開設している。主な専門店としては、ロフト、H&M、タワーレコード、 キディランドの新業態の書店、ブックスキディランドなど。飲食店は、ファーマーズマーケットをコンセプトとし、日本国外の屋外マーケットを模した、フードコートのほか、レストランやカフェが連なる。その他、こちら、葛飾区亀有公園前発出所をテーマにした、ゲームセンター、こち亀ゲームパクなども出展した。ムービックス亀有は10スクリーン、2147席を備える。 出店テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、フロアガイドを参照。無料循環バスなお、公式サイトでの案内はないが、以下のバス停留所が、資金の場所にある。ありがとうございます。